マギットチャンネル。皆さん、おはこんばんちは。今回はジャックマスターの解説するよ。はいよ。エイピックス始めた時ってジャンプマスターのやり方がわかんなくって譲渡しちゃったりしちゃいますよね。そうなんだよ。ってことで、APEX 始めたての人でもわかるジャンプマスターのやり方を紹介するよ。ぜひ細部まで見ていってね。それでは早速やっていきましょう。つむぎ先輩、ジャンプマスターって最初に飛び降りるやつですよね。そうそう、これだね。ドロップシップから勢いよく飛び出していくやつがジャンプマスターだよ。このジャンプマスター苦手な人多いんじゃないですか。そうだね。やり方がわからなかったり面倒って思ったり、いろいろやりたくない理由はあると思うけど、やりたくないって人は多いかもね。でも実はジャンプマスターをやることのメリットもちゃんとあるから、そのあたりも紹介していくね。それでは早速メリットを紹介していくよ。一つ目は戦闘スタイルに合わせて降下先を選べることだよ。戦闘スタイルって？例えばランクで順位ポイントを上げたい場合は、激戦区を避けて安全地帯に乗りたいよね。確かに。反対にガンマン主導範囲として戦闘経験を積みたい場合は、激戦区に降りるとたくさん戦闘ができるよ。これを自分で選べることがメリットなんだ。みんなそれぞれ戦闘スタイルは違うだろうから、自分で選べることがいいかもですね。そうだね。ぜひ意識してやってみてね。二つ目はマップを覚えられるよ。これはやり方にも影響されるけど、一つのエリアに毎回降りるようにすればそのエリアに詳しくなれるよ。 APEX のマップってすごく広いから、いきなりは覚えられない。だからこの方法でちょっとずつ分かる範囲を広げていくと覚えやすいよ。確かに、集中して同じところに降りた方がそのエリアに詳しくなれますね。マップを覚えるのが大変って人は試してみてね。次はジャンクマスターの選ばれ方について紹介するね。これについては意外と知らない人が多いんだ。どうやって決まってるの？それはね、キャラ選択画面の3番目の人が選ばれる。ただしこの時にキャラを手動で選択するとその人がジャンクマスターに選ばれるんだ。なんと、そんな仕様だったんですね。そうなんだよ。だから自分で降下先を選びたい場合はこのキャラ選択画面で手動選択しようね。他の人が手動選択したらどうなるの？その場合は順番の後ろの人が優先されるよ。その場合はジャンプマスター諦めるしかないですね。そうだね。それは知らないので味方に委ねましょう。で、次はジャンプマスターで降下する方法を紹介するね。まずは降下したいエリアを決めましょう。エリアを決めたらそこにピンを打って味方に降りる場所を知らせてあげます。今回はあのエリアに決めました。ピンに視点を合わせながら 700m を目安に出撃しよう。あとはコントローラーなら左スティックを前に倒すと最高速で降下できるよ。キリボードなら W だね。必ず最高速で降りるようにしようね。速度ってどうやったらわかるの？画面左の SPD だよ。 SPD が145以上になるようにしてみてね。なんで145以上なの？速度が遅いと飛距離が足りなくて目的地に届かなかったり、別パーティーがいる場合は先に降下されて物資を漁るのが遅れちゃうんだ。単純に船になっちゃうから最高速で降下するのがおすすめだよ。なるほどです。最高速降下大事ですね。じゃあ最高速で降下するのが大事なのが分かったんですけど、どうしても遠いところに降りたい時ってありますよね。どうにかなりませんか？確かにランプなんかで安全地帯を狙おうとすると 1000m 離れたエリアを選びたい時もあるよね。大丈夫、やり方があります。この動画の時みたいに 1000m 以上の場所に行きたい場合、普通に降下するだけだと届かないんだ。やり方は SPD145 140を繰り返すんだ。左スティックは前に傾けたまま視点を上下にさせることでスピードを出し距離を伸ばすテクニックだよ。イメージはこんな感じ。視点を下げてスピードを出す。地面と平行くらいまで視点を上げて飛距離を伸ばす。またスピード出す、飛距離を伸ばす。これをひたすら繰り返すんだ。こうすることでかなり遠いところまで飛ぶことができるよ。これができるようになればドロップシップの歩道によらず好きなエリアに行けるようになるので、ぜひマスターしてみてね。確かにこれは必須テクニックですね。失敗してもいいからいっぱい練習してマスターしましょう。気持ちいいことと言うじゃん。ほんで最後に一つ、ちょっとだけジャンクマスターじゃないメンバーは降下中は周りを見てあげて
特に硬化しようとしてるエリアに別パンデが来てないか見てあげてほしいんだ。ジャンプスターしてる人は余裕ないかもしれないですもんね。そうだね。初動が被ってるかどうかは硬化中に把握してるかどうかで勝敗が大きく変わることがあるので、ぜひパッケミンマでジャンプマスターを成功させよう。それじゃ今回はジャンプマスターについての動画でした。いかがでしたか？ APEX 始めたばかりの人やジャンプマスターのやり方を知らなかったって人は参考になったんじゃないかなと思います。いろいろテクニックがあったと思うので、ぜひ実践で試してみてください。そうだね。ジャンプマスターは洗練所では練習できないから、たくさん APEX で遊んで練習してみようということで、今回はこの辺りでおしまいです。最後まで見てくれてありがとうございます。参考になったと思ったら高評価とチャンネル登録もお願いします。他の動画も見てくれると嬉しいです。それではまた次の動画で。バイバイ。